バシュラン・モンドールもしくはモンドールはフランス及びスイスの伝統的なチーズである。毎年8月15日から翌年の3月15日までの期間限定で生産され9月10日から翌年5月10日まで販売される季節のチーズである。フランスとスイスの国境付近ジュラ山脈の周辺で手作業で生産されており、この場所にある山が名称の由来となっている。モンドールは ジュラ山脈の高地で放牧される牛の牛乳から作られる柔らかいチーズである。1kg のモンドールを作るのに、およそ7リットルの牛乳が必要となる。円盤型のチーズで、直径は12から3 0センチメートル、厚さは4から5センチメートル程度である。モンドールはその外周にエピセアの樹皮が巻かれており、その方向もモンドールの特徴の一つとなっている。モンドールは、ウォッシュタイプのチーズであり、 定期的に塩水で表面を拭きながら熟成させる。この作業によって表面にはクリーム色オレンジ色の表皮が形成され、また表面に色布の布目が映る。拭く頻度や箱詰めのタイミングによってはモンドールの表面に白カビが生える。この白カビは食用上無害なものであり、ブラシなどで除去されてから出荷される場合とそのまま出荷される場合とがある。 市場に流通する際には、モンドールは丸い木箱に収められる。熟成の程度が判別できるよう、店頭では木箱の蓋を外し、通気性のラップを貼って陳列される場合が多い。熟成したモンドールは非常に柔らかく、エピセアの樹皮やこの木箱がなければ、形を維持することができない。そのため、モンドールはカットして提供されることよりも、中身をスプーンですくって食される場合が多い。 どうしても切り分けて販売しなければならないチーズ店では、モンドールの切断面に大理石の重しを当てがい、中身の流出を食い止めている。モンドールは暑さに弱く、傷みやすいために気温の高いカキは生産されない。モンドールの不シーズンには、同所の牛乳は日持ちの良いハードチーズであるコンテの原材料となる。モンドールの産地、ジュラ山脈門、ドールの起源に触れている書物は、 数少ない。1740年から1750年代には、モンドールの原型となったチーズが作られていたという記録がある。18世紀の終わりには、フランシュコンテ地域圏ミニオイビラードのチーズの管理目録にその名が記されており、金の山の名前が付けられたのはこの頃であると考えられている。ちなみに、山のモンドールは標高1463メートル、山頂は フランス側のドゥーケンにある。モンドールは、フランスとスイスにまたがって、その伝統が共有されてきた。フランスでは1981年、スイスでは2003年にそれぞれ奥が取得された。両国で奥に登録された名称は、微妙に異なる。フランスでは、生乳、スイスでは殺菌乳が使われている。1988年、フランス産のモンドールから、リステリア菌が発見され、 それに伴って、同国のモンドールの輸出が禁止された。この措置は1995年に解除され、それ以降モンドールは日本の市場にも一般に流通している。バシュラン・デュオ・デュ・モンドールはフランスとスイスでそれぞれ生産されている。スイスの某州ではバシュラン・モン、ドールの名で扱われている。一方フランスではモンドールの名で奥が取得されており、 バシュラン・モンドールというチーズは厳密には存在しない。しかし、フランスのモンドールはバシュラン・ディオードゥの名が使われる場合もあり、パリの店頭などではターンにバシュランの名前でも販売されている。バシュランと呼ばれるチーズはモンドール以外にもバシュラン・フリブルジョはバシュラン・ダ・ボンダンスなどがある。前者はスイスのフリブール州で作られているチーズで、かすかな酸味と樹脂のような香りを持つ。 熟成期間の違いによって様々な高度のものがある。グルイエールと共にチーズフォンデュによく用いられるチーズである。後者はフランスサボワ県北部のアボンダンス村で作られるバシュランであり、製造法や仕上がりはモンドールに近い。エセピアの樹皮を周囲に巻く点も同様である。同村には有名なハードチーズのアボンダンスがあるが、これとは別物である。モンドールのフォンデュウェガーの表皮を剥がし、 そのままスプーンで中身をすくって、バゲットなどに乗せて食べるのが一般的である。またモンドールを丸ごとオーブンに入れて焼き、本流のようにして食べる方法もある。モンドールの箱の周囲をアルミホイルで覆う。上面の表皮を剥がし、好みに応じてニンニクを一かけら加える。さらに白ワインをたっぷり注ぐ。オーブンを摂氏200度に予熱し、25分間焼く。じゃがいもやパンにつけて食べる。 様々なワインと合うが、風物詩という観点から、同時期に解禁を迎えるボジョレーヌーボーと合わせて、供されることも多い。ありがとうございます。